ようこそガンダムブートキャンプへ。第1回目はお腹周りをシェイプする運動を教えちゃうぞ。まずは体を温めるためにお風呂に入って、十分に温まったら、バランスに自信のない方は支えになるものにつかまって、転んでも大丈夫なところで頭後ろに手を持っていき、背筋はまっすぐ、前かがみにならない、体に異常がないことを確認したら、片足を膝を体につけるように上げていきます。この時自分のバランスを取れる高さで鳴らしていき、交互にゆっくりやっていきます。ワン、ツー、ワン、ツー。おへその高さを意識して、慣れてきたら膝が胸につくことを意識していきましょう。はい、ワン、ツー、ワン、ツー。1日20回を目標にしていてね。無理しないのが基本だよ。